源平和牛祭りは、富山県小矢部市イスルギ地区で、毎年7月最終土曜日に行われる祭りで、メインイベントとして、比牛の、営レースが行われる。祭りは1996年より行われ、メインイベントの比牛の、営レースは、1183年の栗原峠の戦いで、源義仲が牛の角に松明をつけて放った。 奇襲攻撃で兵家軍に対象した孤児にちなんで1999年により行われ、藁でできた巨大な牛を引いてタイムを競う。一般、子供の部があり、午後に予選、夜に決勝レースが行われる。レースでは各部分に火がつけられる。祭りの実行委員会は2010年に北日本新聞地域社会賞を受賞。2017年11月には、 地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰を受けた。なお、親部市の公式マスコットはこの祭りの牛をモチーフにメルヘン建築物が多く建つことにちなんでメル牛くん、メル牛くんの彼女はメルモモちゃんと命名されている。藁でできた一般の部の牛は長さ4.0メートル、高さ2.5メートルの鉄骨の台車に大量のむしろや藁を使用し、 牛の形に肉付けしたもので、重量は約7 0 0ラムある。なお子供の部の牛は約1 5 0ラムである。ありがとうございます。